いつもご視聴いただきありがとうございます。どうもまどかです。すいません、今日のオープニングは長々と喋らせてください。突然ですが、皆さん釣りに行って釣れる日と釣れない日がありますよね。例えば冬の難しい状況で釣ったとして、今日はこのフィールドに何人ぐらいのバサーがいて、何人釣れて何人坊主だったんだろうみたいなことを考えたことはありませんか？元理系の私としては結構分析したくなるタイプで、毎兆候考えているかもしれません。そこで今回は、私が実際に釣り場に出向いて、そのフィールドで釣れたかどうかの取材を行いたいと思います。今回は福岡の2大ハイプレッシャーフィールドだと思われる今回は福岡の2大ハイプレッシャーフィールドだと思われる女川筑後クリークでの取材を行いたいと思います。例えば御具川で30名のバサーさんたちの取材に成功して釣れた方が15名だった場合、冬の御具川で釣れる確率は 50% だということになりますよね。もちろんその方のタイミングやテクニックによって異なってくるとは思いますので、絶対に正しいとは限りませんが、今後の参考にもなるでしょうし、我ながら面白い企画かなと思っております。個人的には私が福岡在住ということもあって、御具川も筑後クリークも行ったことはありますが、まあ、正直どちらのフィールドも冬は激ムズだなと思ってるんですよね。なので実際にどちらが釣れないか、もう言うなれば福岡県のバサー泣かせの最強フィールド決定戦でもあるようなないような感じなので、私自身も結果が結構楽しみです。ここで取材をするにあたって簡単なお約束をしておきます。まずは筑後クリークですね。このスマホマップの青い場所すべてが筑後クリークなのですが、足場も良いこともあるかと思いますが、非常にハイプレッシャーでかつ無数にポイントが存在します。取材をしてしまったバサーさんたちが場所を公表してほしくない可能性の方が高いと思いますので、今回取材する場所はほぼモザイクをかけさせてもらいます。それと本当の突撃取材ですので、お声掛けさせていただいた方のプライバシーの問題や動画に対する考え方も異なると思いますので、普通に顔出し OK の方、声だけなら OK の方、写真なら OK の方、そもそも全て NG の方みたいに分かれてくると思いますので、動画に一貫性がなくなる場合もございますので、その辺はご理解をよろしくお願いします。そして御具川ですが、私が以前動画でも一度お見せしたのですが、御具川大明海マップという本があります。この本に御具川のポイントが事細かに書かれてあるので、御具川に関してはこの本に掲載されてあるポイントを中心に取材をしていこうと思います。一部支流に入る場合や大明海マップに載ってないエリアを回る場合は、筑後クリーク同様にモザイクをかけさせていただきますことをご理解お願いします。取材は2日間にかけて行いたいと思います。どちらも12時から17時くらいの5時間程度でやっていきます。ノルマとしては各フィールド20名にはお声掛けしていきたいですね。それでは実際に取材に行ってきたいと思います。レッツゴー。じゃあ行きます。マジですか？はい。あ、ちなみに1人目です。あ、本当ですか？はい、1人目です。ここに着きましょうか。あ、この間の日曜日、あ、日曜日にここで釣れたんですね。へえー。で、今日はまだ釣れてないと。まだな、どんくらい今やってるんですか？あ、30分ぐらい。じゃあまだまだこれからですね。4時間ぐらい。何でここで釣れたんですか？2匹は。ハリーシュリンプ。ハリーシュリンプ。3インチ。へえ、そうなんですね。じゃあお知り合いということで、はい、釣り名人です。いやいやいや、名人ではない今から始めるということで、意気込みだけ聞きます、できればでっかい魚の方が
釣りたいと思います。じゃあまた後で会ったら、どっかで会ったら、はい、インタビューさせてください、はい、それまでに釣っといてもらって。わかりました。この時まで写真撮ってありがとうございます。釣り狂いという、はい、今日は今釣れてますか？今日まだ釣れてないです。釣れてない、はい、まだどのくらいやってますか？今まだ着いて30分ちょっとです。30分ぐらい、はい、ずっと今ここですか？今向こうの方からちょっとずつ歩いてきて。あ、ちょっとずつ、ね、そうなんですね、はい、今それは何を？これはあの昔の常吉のハマグラビです。で、あのハマグラビン進化です。これ初めて見ました。あ、本当ですか？はい、昔あのまだ村上春彦はあの一世じゃなくて常吉おった時代に出しとって、もう廃盤なんですけど。あ、じゃあもうないんですか？もうないんですけど、もう中古品でちょこちょこ出回るんで、もう一回再販してほしいなと思って、YouTube に人気あの上がったら村上春子に作ってくれと言ってください。言っときます、はい、じゃあ私がお願いします。じきじきに欲しいんで売ってないんで、なかなか。わかりました、任せておいてください。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。教えてもらって、今日は今どのくらい釣りをしてました？朝からやってるんですよ。ほうほうほう、まあ、釣れてないです。これは何を？ピラメですか？はい、フルスイング。あ、もしかしてレーダーなんですね。あ、なるほど、ありがとうございます。今オンがどのくらい釣りをしてますか？今日ですね。今日朝7時ぐらいからスタートしてます。ほうほうほう、はい、釣れましたか？1本。すごい、ここに来て初めての1本出ました。場所は違うんですけど、支流の方で。なるほど、なるほど。何で、はい、何で釣ったんですか？あのこう、ギラギラ。はい、いっぱいついてるやつ。はいはい、あれって釣れるんですね。一応。あれ釣れるんですね。はい、釣れました。へー。1本ですね。なんかあれはね、もう使い、なんか入りにくいですけどね、あれ。ちょっと自分も今日釣るの初めて。すごい。はい。初めて使って初めて釣る。そうですね、はい。そんなこともあるんですね。ビッグベイトが好きとかですか？まあ春だしちょっと大きいものを買おうかなっていう感じです。おめでとうございます。ありがとうございます。初めての一本なんで。じゃあこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。釣れましたか今日？いや、全然まだ。全然まだまだ。多分無理でしょう。あ、今日はあんまり良くない。なんか情報はい、釣れてないような、はい、ああ最近ですか？ああクランクで2つ立ってるの。一応クランクで巻いてみようかなと思ってるんですけど、巻きの方がお得意と。いや、そういうわけじゃないですけど、何が一番好きなんですか？何が一番好き？いや別に何もないんですけど、いろんなものを、いろんなものを投げて、まあ、それで釣れればいいかな。なるほど、なるほど、そのタイプです。いえいえ、はい、ありがとうございます。はい、ということで、オンガの今日のインタビューは23名の方に答えていただきました。ということで明日は筑後クリークのインタビューに行ってきたいと思います。では次の映像へどうぞ。では昨日に引き続き今日はクリークで調査をしていきたいと思います。今日は今釣りをされて何時間ぐらいですか？今1時間ですね。お、なるほど、お昼から来た感じですね。そうですね、はい、じゃあ釣れましたか？いや、まだ釣れてないですけど。まだですか？今それはロストで。ロスト、はい、ありがとうございました。釣り狂いです。釣り狂い、あ、名前聞いたことあります。あ、 ありがとうございます。有名な方に。私です。すいません、有名人に声かけてください。いやいや、全然。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、勝手なんだ、あれ。ほんとだ、さっきの、もうさ、ついさっき。ついさっきです。あ、ちょっといいですか。ほら。いいバス。ねえ。でかい。あ、ビーバー。あ、ビーバーはよく使うんですが、フリーリグで。あー、ちょっと厳しくなってるんですね。ものすごい人いる。はいはいはい、人いる。あの、そこにもう目星をつけてるんですか？3段階ある。2匹の可能性もあるんですよ。
から釣りしてるんですか。お昼過ぎですね。13時ぐらい。まだ来たばっかりです。なるほど、なるほど、はい。釣れましたか。全然ですね、今まだ釣れてないです。はい。今何そのシャツは何シャツですか。ショットで分かったです。ソウルシャツです。ソウルシャツ投げてます。ソウルシャツいいんですか最近。いや、まだちょっと釣れてないんです。最近なんか YouTube とかシャツでいいんで、なるほど、使ってみようかな。ちなみに今日釣れましたか。いや、釣れてない。釣れてないんですか。何釣れましたか今日。釣れましたよ。おっ、すごい。何で釣ったんですか。スモラバーと2匹。いや、さっきそこで1匹バラした。あー、惜しいですね。今日は今どのくらい釣りしてますか。昼からぐらいですね。昼から、なるほど。釣れました。いや、釣れてないです。はい、ではクリークのインタビューも終わったので帰ってその音楽の結果と集計したいと思います。ということで2日間にわたる現地取材が終了しました。まずはこの場をお借りして突撃取材を快諾してくださったバサーさんたちにお礼を言わせてください。本当にありがとうございました。皆さん本当に親切に対応してくださり、とても勉強になった2日間でした。さて、それでは本題に戻ります。今回の取材内容ですが、冬のバス釣り釣れる確率は何パーセントかというのをテーマに、福岡県の遠賀川と筑後クリークで取材をさせてもらいました。遠賀川では23名のバサー様、筑後クリークでは31名のバサー様にお声掛けさせていただきました。それでは釣り狂いが算出した集計結果を発表いたします。まずは遠賀川からいきます。遠賀川は23名のバサー様に対して釣れた方は1名でした。ということは、冬の遠賀川で釣れる確率は 4.3% ということになりました。いやー、さすが遠賀川。私自身も遠賀川には何度も泣かされてきたのですが、今回の取材で遠賀川の難しさを再確認できました。ちなみにその方はアラバマリグで釣れたそうです。続きまして、筑後クリークですが、31名の方に取材させていただき、釣れた方が4名いらっしゃったので、冬のクリークで釣れる確率は 12.9% ということになりました。2日にわたる取材で、確かに2日目の筑後クリークの方が気温が高い等の釣れる要素があったと思うんですが、当日はなかなかの爆風で風速7メートルというのに対して、私が思ってる以上に釣れてる方がいたなという印象でした。全国的には遠賀川の方が知名度は高いと思いますが、筑後クリークもなかなかヤバめの釣れフィールドだと思いますので、皆さん本当にすごいですね。ちなみに筑後クリークで釣れた方はこちらのワームやリグで釣れてました。さて、この結果をまとめると、遠賀川は釣れる確率が 4.3%、筑後クリークが釣れる確率が 12.9% という結果になりましたので、単純な集計結果だけ見ると遠賀川の方が難しいという結果になりましたが、もちろん取材の日を逆にしていたら結果は異なっていたかもしれないので、なんとも言い難い部分はありますが、釣れたリグなどは参考になると思いますので、少しでも今回の取材が皆さんの参考になれば嬉しいです。っていうか、この取材をやってて思ったんですけど、今回の取材は本当に面白かったし、これリモートでもできるなって思ったんですよね。例えば今回は遠賀川の方が難しいという結果になったんですけど、他にも全国には激ムズフィールドってあるじゃないですか。さっきネットで調べたら、やっぱり一番に出てきたのが JB トップ50やマスターズの会場、あとは全国的に有名な淀川、五山川、琵琶湖など、まあいろいろあると思うんですが、どのフィールドが一番釣れないか選手権みたいなのをやったら面白いと思うんですよね。
釣れるのを競う YouTube 動画はあると思うんですが、釣れないのを競う YouTube 動画ってなかなかないと思うし、何よりも私が遠賀川より釣れないフィールドがどこなのかとても気になります。なので近々インスタの方で釣果情報を集めて、遠賀川 vs 旧吉野川でどっちが釣れないか対決をやりたいと思います。旧吉野川にしたのはネットで調べたら遠賀川の最寄りで JB トップ50の会場でもあるので、条件が遠賀川と似てたからです。で、例えばそれでまた遠賀が勝ったとしたら、次は遠賀 vs 淀川みたいな、そういう勝ち抜き戦をやって、最終的にどこが一番難しいフィールドなのか決めていきたいと思うんですよね。この企画が皆さんの反響があればどんどんシリーズ化していきたいと思ってますので、皆さんに釣果情報のご協力をお願いするかもしれませんが、その際はよろしくお願いします。それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまた見てください。バイバイ。